福士蒼太、可愛すぎる韓国語に大歓声、2018ありありでプレゼンターとして TWICE を紹介。6日午後、仁川、インチョン、ナムドン体育館で開催された2018ありあり MBC プリュス ×ジェニーミュージックアワーズ授賞式に日本の人気俳優福士蒼太が登場した。ベストグローバルパフォーマンス賞のプレゼンターとして登場した福士蒼太は、よろぶん、あにょはせよ、と挨拶した。そのまま韓国語で、私は福士蒼太です。お会いできて嬉しいです、と自己紹介し、韓国ファンの視線を引きつけた。彼は、2018ありありに参加でき、とても嬉しく思っております。素晴らしいアーティストの皆様のステージを直接見ることができ大変光栄です、と感想を述べた後、韓国語で受賞者の発表に挑戦し、TWICE です、と紹介した。慣れない韓国語での発表にところどころ、ハングクマル、お療養、韓国語。難しいです、と照れ笑いを見せ、その姿には韓国ファンから大歓声が上がった。福士蒼太はこの日、授賞式前に行われたレッドカーペットにも登場。ビッグバン、防弾少年団、TWICE を見てみたい、とコメントし、注目を集めた。今年初めて開催された2018ありありは放送局と音楽プラットフォーム企業のコラボレーション授賞式で、防弾少年団、TWICE、ワナワンら豪華アーティストが多数出演し、韓国音楽界を盛り上げた。防弾少年団、福士蒼太との記念ショット公開、豪華な日韓イケメンが話題、K-POP の祭典、2018ありあり、が初開催。防弾少年団が、今年の歌手、に、日韓コラボも参加。UMGAI was nerve but it was a fun night MGA ありがとうございました。緊張したけど、楽しかった。韓国語難しい。福士蒼太オフィシャルがシェアした投稿。2018年11月6日午前6時07分 PST。